皆さんこんこにちは2023年本試験徹底検証会所得税法担当はレック専任講師成瀬ですよろししくお願いします、はい、では所得税法のですね回答解説をしていきたいと思いますでは、えー、解説では問題の順番に沿って解説をしていきますまず理論問い1ですね まあ第一問理論ということで問い一問い二ですね。今年もマレ年通りあの第一問の中に二問ですねという形で理論が出題されました。で問い一です。令和五年中に居住者 A が国内において受け取った上場株式の配当の税務上の取り扱いについて次の (1) から (4) の事項を説明しなさい。 なお、えー、非課税制度いわゆる NISA、ね、については考慮,しつ考慮する必要はないで、えーまあ、上場株式の範囲等の税務上の取り扱いについて聞かれているとで、まあ、非常に範囲が広い話になりますので、まあ、どの部分を書くのかなということですけれども、えー、これについてこう答えなさいということで4つにこう分けてくれていますので、まあ、それに沿って、ねえー、必要な事項をピックアップして答えていくという形式です。 1.、はい、で括弧1です配当の支払いを受ける際の課税ということで、まあ、課税なんですがわざわざですね、えー、支払いを受ける際のというふうに、えー、言ってますので。 3番にも配当所得に関する課税方法ありますよね。に対して支払いを受ける時のっていうふうに言ってますので、えー、まあ源泉徴収ですねという特徴的なところを聞きたいわけです。厳選されるという形で課税されるその部分源泉徴収について書いていくということですねで。あくまで配当の部分に絞って書いていくという形になります。はいで 配当所得の計算金額の計算ということで、まあ、どう計算するんですかという概要を書いていくということですのでこちらはレックのね個別理論集でいうと理論の7番の配当所得、まあ、上場株式のところをピックアップして書いていければよかったというところですね。3. 配当所得に関する課税方法ということで。 えー、こちらについては、えー、支払いを受けるときに括弧1で書きました厳選徴収されて、えー、そのままというわけではないですねまあ、そのままということももちろんあり得るわけですけれども厳選、えー、されてそれを生産するという流れになっていくわけですね、えー、基本的にこう厳選されるものというのは全てこう厳選されて、えー、生産するという流れになりますよね厳選分離なんかも例外ありますけれども はい、でその源泉生産という流れについて、えー、上場株式のに絞って書いていく生産というところについて、えー、具体的には総合課税申告分離また、えー、申告不要というですね上場株式について、えー、取れていく課税方法を書いていくという感じですのでレックの個別理論集でいうとお理論集の54番 上場株の配当のところをピックアップして書いていくというところですところですね。でそれが書けたらそれを受けてという感じですけども、カッコ四番、えー、居住者 A の申告において常規三の課税方法それぞれの場合に適用される主な所得税における制度ということで、カッコ三のね、えー、方法によってどんな制度がプラスで取れていきますかと。 いう話ですで、えー、ちょっと回答を移しますけれどもで「えー、でカッコ ○3」じゃなくて「○三のところで総合課税申告分離申告不要というのを書いていきますので、えー、カッコ1として取れていくのは総合課税の時に配当控除で,す、ね、で配当控除の理論のところからピックアップして書いてくると。 はいで、えー、申告分離の時ですね。まあ、申告不要だと申告しないので、こう何も。適用がしていけないわけですから。あと申告分離の時。には。損益通算繰越控除が取れていくという部分ですね。まあ、いずれにしても、書こうと思えば、もっとまあ、書けるという。 配当控除とかわけですけれども回答欄がこんな形ですので、えー、回答用紙から考えて、えー、概要の部分に絞って書いていくという形になりますね。はい、では問題に戻ります問2です。 はいえー、地震等の災害により居住者が所有している次の1から3の不動産に被害を受けた場合その被害による損失は所得税法上どのような取り扱いとなるか簡潔に示しなさいという問題ですね。 はい、でなお説明にあたっては、えー、損失の金額の計算方法の概要についても併せて説明しなさいですねどう計算するかも書きなさいあと中学期災害被害者に対する租税の減免徴収猶予等に関する法律に規定されている事項はあ説明する必要はないということですね、はいえー、では「1です、まあ、災害により」っていうところで「括弧1」。 どう思っているかによって、取扱い変わりましたよね。という、まあ、あの計算でも、理論でも、非常にこうよくやってきて。いた問題かと思いますが。ええー、括一、居住している不動産ですね。はい。こちらについては、残存控除。理論の三十二番ですね。 でえー、とそれを書いていく雑損控除を書いていく時に雑損控除自体はあの親族についても取れていくところがありますけれども今回問題で居住者が所有しているっていうふうに言ってますので、えー、その親族の所有あの所得要件なんかは触れなくていいということでした。はいで括弧に事業用資産ですね事業のように供している賃貸用不動産。 じゃああ資産あそうですねすいませんいあのい言わなかったですが、えー、括弧1の雑村控除の中でその令和5年の改正のところで出てきているその特定非常災害特定非常災害ならあの繰り越し期間が5年。 っていうのがあの、ね、新ししく入ってきてきましたよねで、まあ、早速そこに触れるような問題が出たという形ではあるんですけども、まあ、あの詳しい人いないと思うのでそれについて、えー、さらっとこう特定被害災害なら5年という程度を書いていければいいかなとあ、まあ、最悪なくてもそれで不合格になるというほどのことではないかなと考えています。 でそれをまあ受けてかっこ2の、えー、資産損失のところでも資産損失なんであの理,理論のね18番をこうベースに書いていくわけですけどもかっこ2番ははいで、えー、資産損失だと、まあ、それが純損失のにつながって純損失の繰り越控除というところにもつながるわけですね事業用資産でそうするとまた業あの純損失の繰り越控除もその特定非常災害なら5年というところがありますので、まあ、さらっと書いていけるかというところですね 改正されてすぐちょっと触れるような問題が出たというところが注目点かなと思います。はい三、えー、主として保養の目的で所有している不動産ですね、まあ、贅沢品ですので贅沢品の損失こちら理論の23番はい、えー、理論の23番をベースに書いていくということですね。はい でこういった理論で、えー、全体的にですね、まあ、振り返りますと、まあ、問1が、えー、上場配当の課税関係ということで、えー、問い2が災害で、えー、被害を受けた場合の資産ごとのです、ね、課税方法の、えー、違い取り扱いについて書いていくということで、まあ、どちらもですね、あのー、計算でも理論でもこうあのー。 たたくさんやったところかなと思いますのであの、まあ、たまに出る措置法なんかのこう誰も書けないんじゃないかという理論ではなかったわけですね、今年まあ、なので、論点は分かるというところで、えー、難しかったのは、どの部分を、特に統一ですね、どの理論から、どの部分からピックアップして書くかというところがあの難しかったかなと思います。 あ各範囲がね上場株の配当といっても広いのでどの部分をこう書いていけるかっていうのをこう的確にピックアップしてこれたかっていうところがあの難しかったかなと思います。 でね、各理論も非常にボリュームが多いところなのでその中から回答用紙に従って概要をね書く、えー、にはどの部分っていうところをさらにまたピックアップするのが難しかったかなと思います。でまあボリュームもありますので時間との兼ね合いでこう急ぐ気持ちもあ,りましたあると思いますから。えー まあ、計算でも散々やっているというところから、ね、あの自分の理論集の言葉ではなくてこう自分の言葉でもポイントが書いてあればあよかったのかなと思います、ねあの。計算の対策をしていればどう,こう計算するかとか自分の言葉でも説明できるであればあの論点がね、えー、こう一番大事なところがずれてなければよかったかなと思います。はい でえー、問い2の,あの令和5年の改正のところ、ね、令和5年4月以降に適用される特定非常災害の5年,5年繰り越し期間というやつですねそれまあさっき言いましたけれども、えーまあ、早速、改正論点が出て、えー、注目して、えー、点ではありますけれども、えーまあ、さらっと書くしかないので詳しくないですからみんなね。えーまあ、さらっとと書くところはなかった なくても不合格、それで不合格というわけではなかったのかなと思います。はい、でこれを踏まえて、問い一のところですね、えー、は三十点満点ごめん映ってないですね、三、え、十、ー、点満点でボーダーは十六点、合格確実点は二十三点と考えています。で、問い二の方ですね二十、えー、点満点。 でボーダーは13点合格確実点は17点というふうに考えています、はい、では理論ではなくて計算の方ですねに移っていきたいと思いますはい計算第2問ということで、えー、今年はですね問い1つで総合問題1個という形式でしたね はい、でちょっと資格の中、ま、読みますかね、えー「税額等の計算にあたっては特に問題文に指示がない場合は本年の税額の計算において納税者に有利になるように」で「回答を求められている金額がマイナスの場合には頭部に三角を付してそのマイナス金額を書く」えー「丸2番ない場合には0を書いて0の場合には理由を計算過程に記入する」 また、減価償却費の計算上1円未満の波数が生じる場合その波数を切り上げるですね、このあたりしっかり読んでください。はい、では、えーまあ、2番では所得税復興特別所得税を所得税等と言っていてというところですね。はい、あとはすみません、本番の時はちゃんと読んだと思いますが今、飛ばしていきますね。で問いです居住者後40歳の令和5年 の所得税等の計算に関する事項は次の1から6ですこれらの資料に基づき1から6のですね 1>, えすません1から6じゃないですね資料は1から6えに基づき1から5のえ計算過程問題文計算過程を問題文及び答案用紙の指示に従って明らかにして「公の本年分の所得税等の確定申告により納付すべき所得税等の額または還付される所得税等の額を計算しなさい消費税については考慮する必要はない」で資料1です。はいえ AI エンジニアとして A 社平成29年8月1日設立の創業メンバーの一人として勤務していたが、えー、本年4月30日に同社を退職しここあとでね退職所得の計算に絡んできますので、えー、今年令和5年の4月30日に退職してますで、えー、本年5月1日に開業したんですね個人事業主として。 でその後、得意先からの要望により、えー、本年11月1日に新しく Z 社を設立して同日より個人事業主から法人事業へ切り替えた。また2「k、えー、は令和元年7月1日から A 社の米国子会社 B 社の代表取締役として、えー、米国に家族と共に赴任していたが本年2月末日に B 社を退任して家族と共に帰国した」。 なお海外赴任中の給与は引き続き A 社より支給されて B 社が A 社に払ってたと給与負担金を払っており、B えー、公は B 社へ赴任していた期間以外は国,国内に、えー、居住している。はい、ということで、まあ、その後も続きますけれども、えー、法人なりが絡んで、えー、そして あそうですね、退職もあって法人なりもあってそして非居住者も絡んでくるというところで、まあ、ちょっと難しそうだなというところですねで,、えーまあ、ですのでなおさらあの基本的なところを落とさずに解いていきたいところです。で3番 A 社は、えー、昨年8月、えー、日本の金融商品取引所に株式を上場したと。 で公は A 社からストックオプションの付与を受けており本年3月15日に全ての権利を行使して開業資金を確保するために本年6月15日に全株式を売っただので今年権利行使も売却もあるということですね全株式全て権利行使して全て売ってますでこのストックオプションに関する事項が次のとおりですということで次のページ見ていきます はいちょっと細かいところは飛ばしますが、えー、3権利行使価格1株あたり4万5000円で4ストックオプションの付与数および権利行使数が200個で1個につき1株を取得するので、えー、全部行使すると200株取得するということですね。 このストックオプションは租税特別措置法、えー、第29条の2税制適格要件は満たしていないということなので非適格ですから権利行使時に権利行使価格とですね権利行使価格とその時の時価まあここにいるわけですけども3月15日、ね、権利行使時の時価 の差額について給与課税ですね給与所得として課税されていく、えー、で給与所得として集計するさらに権利行師だけではなくて今年全株式も売ってますのでその資料が7ですね、うん、一般口座で言ったよう売却価格は1株当たり13万7,000円ですね。 でこの時引いていく取得費はというと10万円ですね。もう4万5,000円と10万円の差額は課税済みですから今度売る時は10万円を取得費としてこの差額について譲渡所得を計算していくということですね。です、まあ後の方で出てきますけれどもここからエンジェル税制の700万が引ける。 とということですただし、まあ、引くのは各種所得の計算のところではなくて課税標準の欄で700万引いていくということですね。はい、では4番。<laughs> 公は退職、えーえー、金関係ですね。は えー、A 社に平成29年8月に従業員として最初は入社して令和2年6月1日に使用人兼務役員取締役となった後、えー、令和3年7月1日から専務取締役専任取締役となったすみません専任取締役となった、まあ取締役,役員になったっていうことですね、えー、使用人兼務役員を経て役人役員純粋な役員になったで 公は A 社の退職にあたって従業員勤務分の退職金として100万円役員退職金として700万の支給を受けました、えー、で退職所得の受給に関する申告書は提出していませんということですねはいえー、で退職がさっき資料にありましたが今年の4月30日ですで、えー、役員になって 令和2年6月1日から今年の退職までの令和5年4月30日そこまででカウントすると5年以下ですので特定役員のケースで計算式を組んでいくそして使用人兼務役員期間があるので重複があるケースですね、はい、ではちょっと回答を見ていきます。回答ははページ退職所得のところです、はい えー、まず、えー、特定役員退職手当から計算しますね、えー、退職所得控除ですけれども40万から2、えーまあ、かけていきますが年数のところですまず、えー、米1ですね特定役員の期間米1です切り上げでそこから米の2がついている重複期間を引いていきますね 使用人刑務役員の期間切り上げで四十万にかけまして二十、えーえー、プラス、えー、重複期間に二十万をかけていきますという計算式ですね。はい。で次に一般退職手当です。一般役員退職手当。はい。一般の退職手当です。四、え、十、ー、万に えすすません年、えー、年ですね6年が米 1, です米1は普通に全期間で計算していきますね全期間ここ普通になので切りあ普通になので計算あしていきますねはいで上で使った80万をもう使い済みなのでということで引いていく。 はい、でそれを退職所得から引いてとで今回マイナスになりますね一般の方がでこれを最後3番のところで特定、えー、役員の分と通算するという形で万が退職所得になりますでその上でですね退職所得に関する申告書を出していないので、えー、受給に関する申告書を出してないので20.42で減選されるというところですねもうこの時に減選をこう書いてしまうと忘れないかと思います。 はい、ではは問問題題に戻っていきます問題は資料の2番です1番でですす1、えー、資料の2の1番「公は、えー、本年5月1日に AI エンジニアとして独立開業して本年5月15日に開業届を及び青色申告承認申請書を出した」で PL が与えられています。 公が、えー、本年5月15日に行った青色申告の承認申請については、えー、12月31日まで、えー、承認却下の通知は受けていない公は帳簿書類を備え付けてその業務にかかる一切の取引を正規の募金の原則により記録しこれに基づき貸借対象表及び、えー、損益計算書を作成しており 本年分の確定申告を確定申告期限までに電子申告により申告している、はいえー、と青色の提出期限間,間に合っている開業から2月ということで期限間に合ってますし令和5年から青色ですねその上で電子申告してますので65万の控除を取っていける、はい、では4番 公は、本年11月1日に設立した Z 社に対して、個人事業を並びに事業用資産及び負債を全部引き継がせたため、本年11月15日に諸葛税務署長に対して廃業届を及び、来年以降の青色申告の取りやめ届書を出している。5番、棚卸資産の評価方法及び、 えー、器具備品の原価償却方法については何も出してないという状況ですでは資料の3番損益計算書の内容で修正すべき内容は次の通り1番です売上高は本年5月1日から本年10月31日までに入金になった金額が今,今のところ集計されているということですね。 でえー、内容が仕書きです <coughs> では中1新社からの請負い業務全部で700万円は着手金350万円のみの入金で業務は本年10月31日時点未完了ですだから残りが払われてないということですが当該着手金については業務が中途解約となっても返還しない定めとなっている。 ということはもうこれ確定している収入なので350万は収入でいいわけです逆に言うと残りはまだ未完了なので、えーまあ、請求できないというかですねということで売上としては含めなくていいので、えー、350万だけ今集計されている現状で OK ということですね中 1C 社の分はで中 2D 社からの請負い業務は 前受け金として150万円を量しているが本年10月31日時点でで未完了です当該前受け金については業務が中途解約となると全額返金する定めになっている。ということはまだ終わってなくてただもらってますけどもし途中でやめたらこれ返さなきゃいけないよっていう150万だということなのでこちらは収入にしないということになります。 で次が中 3E 社ですね E 社からの請負い業務は総額800万ですが、えー、本年7月30日に完了してますけれども E 社の業績悪化につき400万円しか回収できていないでその400万しか今のところ売上げになってないということですね。 委員者は8月に民事再選法の規定による再生手続きの申し立てを行っている。なお、実質的に債権、えー、と認められない部分の金額はないということですが、 えー、はいあのまあ調子そのね業績が悪くて400万しか回収できてないということであっても、えー、業務は完了しているということなので、えー、売上に800万全額ね、えー、計上すべきということになりますで続いて次のページの 14F 社です F 社からの請負い業務は、えー、本年8月30日に完了しているがその後 F 社から 業務品質に対して契約不適合があるとして100万の損害賠償請求があり公は F 社との協議の上えー、本年12月25日に100万円を払った廃業してからですね100万払ってます。はい、でまず売り上げに関してはその後で不適合をどうこうでっていうのはあの,後の話なので一旦あの納品している。 完了しているので580万円580万円を売上に計上すべきですで、別途100万円を計上するということですねただ100万円はさっき言いましたけども廃業後に払っているので、えー、まあ、もう入れようがないわけですねそうしたの廃業した後のあの経費の取り扱いの話になって入れようがないもう入れるところがないので最終年である今年に入れる ただこう比較計算がありましたね。比較して一番少ないものを入れるっていう形になっていきます。十五。G 社からの請負い業務は本年10月30日に完了して、本年11月30日に入金。でこのあの現状入金しか拾ってないので。 これは拾えてないわけですからすで、えー、に完了しててただ入金が11月だよっていうだけなので200万円売上に計上すべきですね。はい、で、えーっとえー G、E 社のところですね。 あの民事,民事再生云々とか実質的に債建と見られない金額が云々とか貸し引きの資料らしきものがありますけれども令和5年廃業年なので、えー、繰り入れっていうのはできないという形になりますねはいでは2番給与賃金です、えー、当月15日締めで支給日数を歴日により 計算した上で当月二十五日に支給しているということなので、十、え、五、ー、日締めの二十五日払いですね。で、本年五月から十月までに支給された金額が給与賃金に上がっていると。で、十月に支給された額までなので、十、えー、月十五に払ったところまで今 PL には計上されている。そうすると、十六から十月十十月十六から十月末までの分がまだ。 取り込めてないですよねでその資料として10月16日から、えー、11月15日までで93万ありましたでそれを11月25日に払ってるっていうことなのでこのうち93万円のうち31日分の16日16日っていうのは 10, 10月16日から末までの分ですねを見払,いで見払いでというか、えー、経費に取り込む必要があると。 ででででは3番番すすす関係ですねまずまパソコン2台3台3台っていうのが並んでいて、まあ、見ますとパソコン2台で50万3台で75万なんで全部25万なわけですよね1台。で、えー、30万未満の青色の少額資産の特例で全部あの経費に。 していけるわけなんですが、あれって、えー、年間300万っていう上限があったわけです。で、まあ、年間300万って見ると余裕なんですが、今年その開業も途中でしてるし、そして廃業もしているので、6ヶ月しか事業やってないわけですね。5月から10月。はい、そうすると。 300万の上限って月割りしていくので300万を6ヶ月分に直すとまあ150万150万だけ、あのー、30万まで経費にできるよということだとこれだとちょっとはみ出てしまうわけですねなので、えー、この3代3代のここをその特例青色の特例を使って少額資産特例を使って経費にしていく で割と、まあ、ちょっとの差ですけれども早めに買ったこちらを原価償却資産にしていくと原価償却の、ね、期間が長く取れるので、えー、この2台の方を原価償却資産として、えー、処理していって後半を落としていくっていう感じですね。でえー、と続いて で事務機と事務用機器とサーバー、まあ、ここは普通に減価償却なわけですが、えー、買った時からまあ買った時じゃなくて授業教養からですね10月まで減価償却という形になりますね、えー、そして最後のこのソフトウェアソフトウェアに関しては18万ということで、まあ、一括償却資産になっていくわけですけども一括償却資産ってあの このソフトウェアを途中で除却したり譲渡があっても3分の1ずつっていうのは続けていくわけですけれども廃業の時はですねもうあのなくなそのなんていうか母体自体がなくなってしまうわけなので廃業の時は残りは落とすっていうことですねその3分の1ずつやっていってまだ残りの母母があってももう廃業の時は落としてしまうと,という形になります。 でででは4番です。す租税効果ですね、まああの。印象はいいと思うんですが、えー、なお、高の営む事業は事業税の指定業種である請負い業に該当するので、えー、事業税の、えー、見込み控除の適用の可否を検討し適用できる場合にはその理由とともに次の算式を基礎にして事業税が必要経費となる税効果を考慮して計算しなさいということです。 えー、事業税っていうのはそのサービス料、まあ、税ってついてるんですけれども、あのー、事業をやってる人ってこうサービスを公共のサービスを事業やってない人より使ってますよねってことで、えー、事業税って事業やってる人だけにかかってくるわけですねでなのでこうサービスの対価みたいな性質があるので、えー、事業税は払ったら経費になるということなんですね でえー、今年の所得に応じて来年納付書が届いて事業税を納めるという感じなので廃、えー、業年に関しては来年経費になるというのができないので廃業年に見込み控除ということで事業税を経費にしていけるわけですね。 でまあ、そこのところを事業税本来あの債務確定時来年のところで必要経費にするんですが廃業年に関しては、えー、見込み額を廃,止年廃業年のです、ね、必要経費に参入できる、まあ、それを理由として控除、えー、していきます。で、えーまあ、そのこの式自体は講義でもねあの普段の講義でもやってませんでしたのでこれはまああの式はみんな知らなくていいんですが今回は式をこう与えてくれていますので。 これに当てはめて計算をしていくということですね。で当てはめるときに、こう事業所得っていうのを使っていくので、ここを当てていくのは難しかったかもしれませんが。まあ、とにかく、こう。自分の数字でやってみるっていうところですね。はい。では、問題です。え、五番ですね。保険料には。 小規模企業共済と掛け,金掛け金が84万入ってるってことなのでこっちはこれは経費じゃなくて所得控除の方で使いますねでは6番えー 近かり品の集計の額を与えていますのでこちらとねあの販売価格を比較して、えー、必要な金額を収入金額に、えー、含めていくということです。ということです。はい、では7番。雑収入の内訳ですね。 本年3月の創業コンテストの賞金で、えー、業務関連性はないといとうことです。でまあ、これですね雑所得なのか一時所得なのかっていうことで迷ったかと思いますが、まあ、業務関連性はないっていうふうに明記されていてで、まあ、退職前ですしね、えー、こう働いてるわけなので,で退職前かつ業務関連性がない。 で特に、ね、あの報酬という性質はないかなと考えているのとあと広告宣伝という感じでもないので、えー、雑所得には当たらないのかなそして、えー、広告宣伝とは言えない賞金でもあるので一時所得でかつ源泉徴収の対象でないものというふうに考えています。ですね、一時所得厳選必要ではない えー、父からの支援金に関しては所得税では非課税で贈与税の対象ですね、はい、では資料問題の資料4番ローマ数字の4番に進んでいきます1番 本年11月1日にうは自身が所有する事業用資産を現物出資するとともに自らの金銭をも出資して Z 社を設立して代表取締役に就任したで発行済株式は100株で1株の価格は5万円で全株取得してますうさんでなお現物出資した資産の明細出資時の価格は次の通りですということですね えー、現物出資法人なりに伴って事業で使ってた個人事業主時代のものを法人に出資した出資したっていう感じなんですけども、えー、税法上は個人から法人に譲渡したっていうふうに考えますので、まあ、この辺でですね事業用機器サーバーなんかは時価、まあ、っていうものが取れないので、えー、ここにね書いてあるように。 11月31日時点の未償却残高母価を持って価格とするので母価で売ってますから、まあ、所得が出ないっていう感じになりますね。はい、では2番江さんの給与所得関係です。 公が本年中に支給給を受けた給与は次の括弧 1A 社からは本年1月から2月までの役員報酬150万、えー、本年3月から4月までの役員報酬ですということです。で、えー、切れてるのは非居住者か居住者か変わるラインで、ね、金額を分けて指示されていますけれども。 まず A 社の,あの1月から2月の分です、ね、については、非居住者機関なので、えーまあ、海外で発生した所得かといったらそうではなくて、非居住者機関ではあるんですけれども、うさん、役員なので、役員の場合は内国法人の役員として、その海外で働いた分も国内源泉所得になりますので、えー、所得に含めていき、源泉分離ですね。 はい、えー、で3月4月は普通に居住者なので含めていくとで括弧 2H 社公が本年1月に日本に一時帰国した際に H 社から「国内勤務分として」って書いてありますからもう,もう国内源泉所得ですねで非居住者期間なので源泉分離で括弧3番 えー、Z 社はあ自分が作った会社ですね、公に対する役員報酬は本年中は支給せず来年から、えー、月額100万って言ってるので、今年令和5年はなしということです。はいでは4番いきます。米国不妊時に開設した米国金融機関のドル建て定期預金。 7月1日に本年7月1日に満期となって500ドルの利子を米国でで取得したということです。まあ、利子なので利子所得なわけですがえ米国の機関を経由してっていうことなので米国で受け取ってますから日本の厳選されてないのでえ利子所得ですけども総合課税という形ですね。 では次のページです。資料の五番ですね。資料の五番。はい、午後は本年二月末に帰国後。 例は元年7月1日より居住のように供さなくなっていた自宅に戻って再び事故の居住のように供していたが親の介護の必要性でがたた高まって本年11月15日に売却して親の近くの賃貸住宅へ転居したで売却に関する事項です。で2番にに売売っったたた自自宅宅ですね売った自宅は過去に父より相続した不動産を 平成29年年月月にに売って、えー、同年4月に取得した資産でしたで取得した時に、えー、租税特別措置法36条の2特定の居住用財産の買い替えの特例の適用要件を満たして買ったんだよそれを今回売ったということですねだから今回売ったものの取得費を、あのー、ここのね買い替えの特例を元にして計算していくということです。 はい。では最後資料の6番です。公が本年中に支払った医療医療および介護ですね。に関するものが次の通りです。医療費控除の特例の適用は、えー、考慮しなくていいですという問題でした。で今回は非居住者期間っていうのがあるのでそれをこう気をつけていかなきゃいけないわけですね。 はいでえー、医療費控除に関しては、丸一番、2月までの医療費は、あ非居住者期間なので、こちらに関しては対象外になりますね。はい、で、次のページにいきまして。 えー、甲の配偶者の実家で出産するために帰省する交通費これは対象外ですね医療費控除ね。でカッコ5番甲の長男の発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするための私立矯正のための本年6月の治療費は対象で OK ですね。はい 見栄えをよくするっていう話ですとあの当然、医療費控除にはならないわけですけれどもこの、ね、子どもの成長を阻害しないようにっていうような理由でしたら治療費、あの医療費控除の対象となりますということです。 はい、で2番ですね、えー、保険料関係ですが、まあ、国民年金国,国民健康保険国民年金なんかはありますがあとねあの厳選今年はその開業して個人事業主だったりあの給与所得の期間があったりいろいろ混じってますのでここだけではなくて給与から厳選されてる分もですね、えー、忘れずに集計する必要がありましたただ非居住者期間分は対象外ですね 生命保険料控除も非居住者期間の分は対象外ということになりますはいでは最後に計算のところの公表をしていきますがはい えー、計算に関してはですね事業所得給与、まあ、所得退職所得っていうことで、えーまあ、最初にもお言いましたが非常にまあ分量が多くて難易度っていうところでもですね、はいまあ、退職があって個人事業主があって。 退職があってで個人事業主からまた法人なりがあってそして非、えー、居住者というのも絡んでくるというところでですね、まあ、非常に難易度も高かった、まあ、要所要所は簡単なところもあるんですが、まあ、全体的に。あのー なんかいろいろ論点あるぞっていうところの入りでねあの難しいところだったと思います、まあ、ただ例えばあの売上げのところあの入金ベースになっているのであの確定ベースに直していくっていうところなんかはそういった比較的ね優しいところをあの漏れなく取っていくっていうところが必要だったのかなと思いますでまたあの学習していない事業税の見込み控除なんかも出てきましたけれどもあの今回は問題にねあの計算式がありましたので まあ、そこをちゃんと当てててはめて、えー、解いていけるか、まああのー、合格への、ねあのーまあ、できなかったとしても合併への影響はあのー、さほどないかなというふうに考えてます。はい,でそういったところで第2問ですね計算のボーダーが、えー、全体50点のところボーダーが24点合格確実は30点、はい、と考えています。 で全体のボーダーについては先ほどの理論と合わせて53点で確実合格確実点70点というふうに考えています、はい、ではえ所得税法回答解説はこちらで終わりになりますがまあ,あのよくできた方は、まあ、それよ,よかったとしてえー、っとまあちょっとできなかったなという方はあのまあ ちょっと、ね、振り返るのも気が乗らないかとは思いますけれども、えー、基本的なところどこを落としちゃってるかなというのをやっぱりよく見直して次に活かしていただきたいのでまた来年ね同じことやらないようにあの勉強方法からあーこう自分のちょっと落としてしまったところとかあの来年同じことやらないように次のステップにねまた一つ進んでいただきたいと思います。 はい、では所得税法の、えー、本試験徹底検証会これで終わりになります。皆さんお疲れ様でした